ケーキ買ってきてくれました。めんどくさいですけど、これチンするだけで、これとんがりコーンみたいな、ね、皆さんこんにちは、あかりです。今日はですね、スーパーの買い出しの購入品の紹介をしていきたいと思います。おかえり。Close your eyes. Hey, arms up. You like that? What is it? Cheesecake. Oh, is it cheesecake? I thought it's like a cereal bowl. No. It's cheesecake. Nice. Thank you. Turtle cheesecake. Like a caramel chocolate. Cheesecake. I got a lot of groceries. I need help. Cheesecake 買ってきてくれました。今ね、あの旦那さんがウォルマートに食料の買い出しに行ってくれて。それをちょっと家の中にっていうか冷蔵庫に入れるのを手伝いながら購入品を紹介していきたいと思います。そう、これね、毎回言ってるんだけど、うちね、食料品の買い出しの担当旦那さんなんですよ。私もたまに行くけど、たまに一緒に行くし、あ、いっぱいあるのでパパッと説明なしにいきます。卵とチキンカツ的なやつ。これは朝ごはん用のソーセージエッグなんちゃら。鶏の胸肉、冷凍ガーリックブレッド、はい、朝ごはんのソーセージですね。ステーキフィンガー、牛肉のカツ、牛カツ的なラザニア、これ何、あ、ホットポケツ、パパケツで、これはコーンドッグ、アメリカンドッグ、ピザロール、ピザが中に入ったなんかね、ちっちゃい包まれたやつ、ディナーロール、パンですね。これはなんだっけ、なんちゃらなんちゃら、トースターストゥルー、朝ごはん、これも朝ごはん系ですね。ワッフル、チョコレートワッフル、リーズベリーステーキ、懐かしいな。これはチーズマカロニ、ビーフマカロニチーズのビーフ入りのやつ、バターミルクワッフル、パンケーキはね、そんなにしょっちゅう買わないけど、めんどくさいって言うと、これチンするだけで、できる。めんどくさい？サーモン。で、プリン。これなんか毎回買ってる。はい。ベーコン。ケール。プラムとブルーベリー、ブラックベリー、なんだっけ、ブドウとトマト、みかん、スライスチーズと、これはターキー、
シナモンロール。これもう焼くだけのやつ。Is it for me? なんだっけ、バニラヨーグルト。We have never had that Walmart brand. I know, but it was like a dollar cheaper. Everything was a dollar cheaper. That's, なんだっけ、クロワッサン。牛乳、あ、牛乳じゃない。アーモンドミルクですね。これは小さいソーセージ。これで、ね、さっきのクロワッサンを巻いて焼きます。こういう風に。とソーセージ。これテキサスのやつ。レタス。何？あ、え？ひき肉。とあとはアイスティー。これめスイート。スイートティー、めっちゃ甘いの。あとは、これもさっき買ったの？ケーブ。何かわかんないけど、そうだ。これチーバージョンのコドクターペッパー。Did you get it for me? Oh, this is just cream cheese. クリームチーズ。クリームチーズ。リンゴ。タコスの。なんだっけ、なんていうの、シェル。これはね、娘の大好物で、なんだっけ、ベイクドビーンズ。もう一個あんの、もう一個ね、ラーメン、豚骨ラーメン。これは札幌一番。これをこれはコーヒーの K カップですね。こちらはベーグル、ブルーベリー味。これは普通の食パン。ライスクリスピートリート。クッキー。で、これはなんだっけ？パーチメントペーパーって。オーブンでなんか焼くときにしくやつです。チョコレートカップケーキ。これもよく見るね。I know. But this is general.スパム。あとはポップターツ。これ私の動画に結構出てきて知ってる人多いと思うんですけど、これミニバージョン。これ普通のポップターツ。キュウリ、人参、ブロッコリー、チーズディップ、ブレッドスティック、こういう風にチーズにディップして食べるやつ。ヌーテ、本当はヌーテラが欲しかったんだけど。$2 cheaper。 ウォールマートブランドのヌーテラ。で、これはライスクラッカー、オリコン、ライスクラッカー、米のお菓子です。パンケーキミックスと、What do you call this? Bugles? 名前知らなかったけど、これとんがりコーンみたいなやつね。何これ、レッドビーンズライスだって。絶対私は好きじゃないです。あとはシリアルの、これ1回分のやつですね。フードループと、ここはあ、これ私好きなやつと、シナモントーストクランチ。はい、こんな感じ。はい、ということで今日買ったのは全部で$383.60です。はい、ということでちょっと今日は簡単な動画なんですけど、最近1万人をやっと超えたので、これからもっとどんどんね、登録者増やしていきたいなと思っているので、チャンネル登録お願いします。ダンボタンもお願いします。あ、そうそうそう、さっきね、そこガレージなんですけど、旦那さんが食材を入れてたところ、ちょっとね見えてたと思うんだけど、なんか怪しいものが、今ね、そのガレージの中にお化け屋敷を作ってるんですよ。来週ハロウィンなので、うちの旦那さんがハロウィン大好きで、今年から家のガレージをお化け屋敷に
するらしいので、今年第1弾ということで、今なんかいろいろ飾り付けしてます。多分今度あのお化け屋敷の様子も動画にしようと思ってるので、ぜひ楽しみにしておいてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。